それじゃあやっていきましょう。イレーザーチキンラン。これは消しゴムを引っ張って相手よりも机のギリギリでピタッと止まったらいいよねっていうゲームらしいんで。じゃあ早速やっていきましょう。いきます。スタート。ん？もう引っ張っていいのかな？どっちを引っ張ったらいいんだろう？てか相手ってどっちだろうね。大きい方が自分かな？どうだろう？ん？ん？あ、なるほどね。あー、じゃあ右が自分なんだ。もう一回やってみようか。タイトル。で、スタート。右がちょっと引っ張って。引っ張り具合が難しいな。こう、動いてくんない。今引っ張ってんだけど動いてくんないし。いくよ、じゃあ。右側俺引っ張ってるけどね。いきます。はい。あー、ダメか。むず。ちょ、もう一回やって。左側のさ、ちっちゃいやつが引っ張れないのかな。じゃあ引っ張ってみようか。はい。はい。ダメか。じゃ右側が自分か。はい。で、ギリギリ。わ、左側超ギリギリじゃん。超強いじゃん。これ全然容赦ない、こいつ。じゃあ、これ左側のやつに当ててみるとかどうよ、これ。左側のやつに当ててみる。いきます。あー、むずい。もう一回やってみようか。左側のやつに当てれたら多分いける気がするけど、どうやろうな。はい。当たらなーい。これ左側の、何、机のギリギリでもいいのかな？上下じゃないとダメ？ちょ、一回やってみよう。引っ張って、ほい。あ、でもこれ普通に硬くない？勝ったらイエーイみたいな、そんなないんだね。ただ、もう、ただただ、ウィンだけなんだね。クソゲーやな、さすがやな。なんか他に隠しコマンドみたいな、そういうのない？なんもない？お、ぴったり、すごい。上ぴったり。なんかないか、ちょっと当ててみたい、左のやつに。何が起こる、なんか起こるかな？ダメか。お、あ、強い。意外と強いんだ、これ、ちっちゃいのに。ああ、なるほどね。でも、弾き飛ばすはしないんだね。へえ、もう一回やってみようか。ほ、あ、ダメだ。ほ、いや、ダメだ。ひっくり返ったけど、あれ、勝敗が決まらない。ああ、負けたんか。あるいは、どうやろうと思ったけど、負けたんか。へえ、というゲームでした。